帰りなさい。ただいま。ご飯は？毎日聞かないでくれ。12時過ぎて食べるわけないだろ。いい加減覚えてほしいな。ごめんなさい。あ、それ綺麗でしょ？ちょっと高かったけど買っちゃった。ねえ、観葉植物置かない？ここにね、大きいの置くといいと思うんだ。緑って目が休まるでしょ。捨ててくれないか。植物の匂い嫌いなんだ。捨てて。冬彦さん、匂いがダメなの知らなかったわ。ごめんなさい。でもそんな言い方しないでほしいな。私はただ部屋が明るくなるといいなって。冬彦さん、結婚前はそんな言い方。悪かった。そんなつもりじゃなかった。